さてどうも皆さんこんにちは、ラブラビチャンネルです。はい、本日はですね、先日開催されました小林由依卒業コンサート、はい、こちらでね、現地会場で購入した商品の開封レビューをしていきたいと思います。一応ライブレポの動画はちょっとこの後撮って、で、まあ動画ね、ちょっとそれもありようと思いますので、まあそれもよろしかったらご覧いただければと思います。では早速商品開封していきたいと思います。はい、まずはですね、ファンクラブ会員限定サクコレ抽選会の結果を紹介したいと思います。僕が出たのは、はい、参加賞でした。まあ、ここは毎回変わらずということで、はい、参加賞の、このオリジナルステッカーと、このユイポのね、メンバーシップカードのこのステッカーシール。はい、こちらもらってきました。はい、まずこちらオリジナルステッカー。はい、ユイ小林グラデューションコンサート、今回のタイトルとロゴ、長いバージョンと四角いバージョン、ホワイトとブラックがあって、今回のロゴと、このファンクラブのロゴで桜坂のロゴっていう感じで、で下には今回のサクコレのバレンタインだったかな、そうのやつのデザインの、メンバーが描かれていて、いのりちゃん、ゆいぽん、ゆうちゃん、はい、これがですね、メンバーはねランダムらしいんですよね。全9種あって、そう、その中でゆいぽん、そう、これ弾けたのはめちゃくちゃ嬉しかったですね。で、いのりちゃんもいて、ゆうちゃんもいてって感じで。で、こちらがゆいぽんのメンバーシップカード。はい、これは、卒業メンバーのやつはね、もらえますよね。今回はゆいぽんということで、メンバーとメッセージが入ってます。今までたくさんの愛をくれてありがとうございました。大好きです。こちらこそありがとう。はい、続いてこちらですね。はい、こちらもゆいぽんのね、卒コンの会場にて販売されていました。日刊スポーツさんの桜坂46小林ゆい卒業特大号。はい、こちらがなんと数量限定で販売されていたものがありますね。はい、紙面ちょっと見るとこんな感じで、はい、ゆいぽんのね、このラストインタビュー、はい、長文にかけてのこのラストインタビューと、1期生、2期生、3期生からのこのゆいぽんに対してのメッセージ、はい、が描かれてるんですが、これのね、もう一つ、ちょっとね、変わった特徴がありまして、なんとゆいぽん等身大の、この、デザインになってると。これはえぐくないですか？これ1000円なんですよ。めちゃくちゃ安くない？中のさ、紙面のボリュームもあるんだけど、こうやってほぼ全寸大。ユイポンが161センチ、はい、らしいので、ほぼ、まあ、紙面が160センチあるので、まあ、ちょっと小さめではあるんですけども、こうやってさ、メンバーを飾れるっていう。で、中のもうボリュームも壮大っていうね。そしてメッセージも入ってます。バディーズの皆さん、ありがとうございました。大好きです。っていう感じで。いやー、これはちょっと、今までなかったんですけども、ちょっと、これはいいですよね。うん。では、ここからは、僕が会場で購入したグッズの開封をしていきたいと思います。まずはこちら、ラバーバンドですね。はい、当てるとこんな感じで、ゆい、小林、で、今回のロゴがありつつ、グラデーションコンサート。はい、で、日程が入ってると。で、このカラーは僕はイエローのやつを購入しました。はい。で、イエローで、こう、文字がね、ブルーになってるんで、これ、ユイポンのね、サイリウムカラーになってるんですよね。そう、それがいいなと思って。で、細めのタイプのラバーバンドですね。うん。まあ、これはね、ライブ参戦した記念にもなるし、まあ、卒コンのね、やつだったんで、はい、これはマストレで、ね、買いました。はい、続いてこちら、過去衣装アクリルスタンドキーホルダーになります。これね、まあ、全メンバーじゃないですけども、卒業するメンバー、まあ、リサとユッカーかな、今まで販売していたんですが、そう、これね、過去衣装、今までランダムだったんですけども、今回、なぜかね、選べる仕様になったんですよね。いや、だったら今までもそうしてくれよと思いつつも、まあ、ランダムはランダムのね、楽しさもあったんですけれども、まあ、今回選べるということで、まあ、全9種類あったんですけども、僕が中でもね、欲しかったタイプ H と I かな？はい、のユイポンのやつを購入してきました。はい、ではまず H のデザインから見ていきますか。はい、こんな感じで、このね、背景のデザインは全部共通ですね。はい、今回のロゴが活かされつつ、メンバーのネームプレート、そしてダイザーメンバー本体、で桜坂46という文字が入りつつ、中にボールチェーンがついてるので、このね、ユイポンの頭の上の穴とネームプレート、ここに通すことで持ち運びができるっていう仕様になってますね。ではちょっと当ててパーツばらしてみていきたいと思います。はい、まずユイポン本体。この表情と、バチバチにかっこいい。爆いてすぎますね。一応これはサードイヤーアニバーサリーライブのライブ衣装ということで、サードアニラでね、スタートオーバー披露した時の衣装ですよね。いや、この衣装のさ、まあ、生写真とかね、そう出たら欲しいなと思ってたんで、まさかね、ここで来るとは思わなかったから、これはもう間違いなく買おうと思って、即決でしたね。で、こちらネームプレートと台座、台座にはロゴと、ゆい小林グラデューションコンサート。
で、ネームプレートちょっと見えにくいけど、良い小林って名前が入ってますね。特に衣装の名前とかは入ってないから、これは全部共通かな。はい、そしてこちらが愛のデザインですね。まずゆいぽん本体から。はい、キメキメで。いや、かっこいいな。このさ、しっかりビシッとさ、このタチシードというか、スーツで決めてる感じめちゃくちゃかっこいいですよね。ゆいぽんね、それがすごい似合うんだよね。はい、で、これは、2023年紅白オープニング衣装。はい、オープニングでも着用していましたし、YOASOBIのアイドルという楽曲でね、桜坂数名のメンバーが参加していましたが、そこにもね、ゆいぽん参加していましたが、あの時のダンスもね、えぐかっこよかったですよね。そう、その時にもこの着用してました。スーツのちょっと右側に桜の花びらがね、咲いてるっていう感じで。いや、この衣装のグッズがさ、まさか来ると思わなかったからさ、マジで流しそうめんの最後にナポリタン流れてきた感じだよね。本当に。いや、ゆいぽんのこのグッズで見れたのはめちゃくちゃ嬉しかったので、まあこれはやっぱ、これも絶対買わないとなと思ったんで、買っちゃいましたね。で、こちら台座とネームプレートで、やはりデザインは共通っていう感じですね。はい、今回のアクスタ2つ、組み立てて並べてみました。いや、バカかっこいいわ。アクスタと思えんくないこの存在感。マジでゆいぽんいるもんな。うわぁ、これは、今回に関してはマジでランダムじゃなくてよかった、マジで。本当にありがとう。マジでかっこいい。会場にもね、一応この二人の美獣のなんか、塔みたいなやつがあったんですよ。ポスター、ドデカポスターみたいなやつが。そう、それもね、バチバチにかっこよくて写真撮ってきたんですけれども、これを自宅に飾れるっていう奇跡ね。はい、ちなみに今回のアクスタも差し込みパーツの大きさは統一されてるので、一つの台座に二人ゆいぽんをね、乗せることができると。かっこよ。夢やん、夢。ちなみに今まで販売されました卒業メンバーの過去衣装のアクスタを並べてみるとこんな感じですね。ユッカーはね、ほぼほぼ同じだね。うん。まあ、メンバーの大きさはちょっとちっちゃいぐらいだけど、高さ的には合ってるかな。うん。リサがね、結構ちっちゃいんですよね。そう、ユッカーの、これ開封した時にも言ったけど、ちょっとちっちゃめ。リサが一番最初にね、販売されていたんで、ちょっとここはね、高さ合わせて欲しかったなっていうのはね、やっぱりあるかな。うん。ただ、こうやってね、グッズで出してくれるのは嬉しいし、これがちょっと全員分じゃないんですよね。そう。だからこれちょっと全員分出して欲しかったなっていうのは、あるかな。はい、続いてこちら、ゆいぽん考案グッズ、桜坂46ランダム衣装アクリルキーホルダーになります。これね、今回正直一番欲しかったやつ。今まで着用してきた桜坂の衣装のアクリルキーホルダーなんですけれども、このラインナップがね、もう本当に絶妙すぎて、マジで欲しかったやつです。ということで僕は今回2つだけね、ちょっと購入しました。じゃあまず1つ目当てていきますか。で、一応今回の僕の狙いは、ジャマイカビール。はい、ジャマビー一択狙いですね。あの衣装かっこいいし大好きなんですよね。はい、ということで。まあでも正直何が出ても当たりなんで、はい。ではまず、1つ目、ドン。お、これは、やってるとこんな感じで、アクリルキーホルダーとラインナップが入ってましたね。はい、キーホルダー本体こんな感じですね。はい、こちらは僕のジレンマの MV 衣装ということで、いや、これさ、めちゃくちゃ良くない?おしゃれじゃないですか?いや、ゆいぽんのこのおしゃれさが出てるよね、このセンス。まあ、裏面は特に何も書いてないんですけども、ここね、名札というか、はい、ここに、僕のジレンマ、MV 衣装って書いてあるんですよ。これが一応、ゆいぽん直筆の、はい、文字になってるんですよね。そしてこちらラインナップの紙で、こちらにもね、なんと各衣装、ゆいぽんのコメント付きということで、まあ引いたアクリルキーホルダーのやつのデザインの衣装についてコメントが入ってるんですよね。はい、僕のジレンマ MV 衣装。身長で分けられている衣装で、身長が低い子はふわっとしたシルエットだったり、高い子はスラッとスッキリした衣装。色味も相まってシンデレラみたいとメンバーの間でも話題になりましたと。いや、こういうコメント知れんの、めちゃくちゃ良くないですか?マジでファン思い。では、ラスト2個目。いや、ジャマビ欲しいなぁ。これ、コメントも気になるからさ、全部欲しいよね、正直。はい。では、ラスト2個目に出たのは、かぶるな!ドン!お!来ました。これは思ったよりも、寂しくないの衣装か。はい、まずキーホルダー本体ですね。はい、こんな感じで。いいですね。これはね、メンバーそれぞれ違うんですよね、この、パッチワーク的なやつが。そう。それがね、まあ個性あったりするので、これはいいね。ゆいぽんのってことだよね。だから。で、ゆいぽん直筆で思ったよりも寂しくない MV 衣装と入ってますね。じゃあ、重サビ衣装のコメント見ていきますか。この頃は一人一人違う衣装を着ることが珍しかったので、みんなで衣装を見せ合ったりしたことが思い出です。かわいい。かわいすぎるし、エモいな。
わー、ちょっと欲しくなるな。他の新世界とかもね。では開封品はラストですね。ランダム缶バッジ、セブンス制服になります。僕はね、今回5個購入してきましたので、推しを狙ってね、引いていきたいと思います。では当てていきますか。いや、前回ね、このセブンス制服の、まあ、ちょっとビジュアルを確認していくっていう動画を上げたんですけども、今回の制服マジで好きなんですよね。で特にテンちゃんが欲しい。あのテンビジュかっこよすぎるんで、まあ、あとはやっぱり、最推しなんで、しずきちゃんも欲しいので、まあ、天使は絶対欲しいかな。はい。まあ、あとは推しの、ウエム、ホノス、イノリちゃん、リカちゃん。そこら辺を狙っていきたいですね。はい。では、一人目、ドドン！お！レナーダ。はい、まず一人目、モリア・レナ、レナーでしたね。いや、いいね、やっぱり。いや、このアーシャの缶バッジっていうの初めてだったんで、これ嬉しいよね。可愛いっていうか。では、二つ目。いや、僕、毎回このランダム缶バッジはね、だいたい被るっていうジンクスがあるんで、そう。だからちょっと怖いんだよな。5個だけど。はい、では2人目。ドドン！お！カリンちゃん！はい、藤吉カリン。カリンちゃんですね。かっこいい！マジで強いわ、今回のアーシャ。レナーカのカリンちゃんってのも良かったですね。はい。では、3人目。3期生も欲しいな。ドン！お！マリノちゃん！はい、高坂マリノ、マリノちゃんですね。いや、このマリノちゃんのこの無表情というかね、この表情、ミステリアス感がある。これ、バカ強じゃないですか、マジで。美しいね。今のところ2期生が続いてますね。1期生、3期生あたりも見ておきたいな。はい。では、4人目。よいしょ。ドン！おー、唯本だ！うわ！これは嬉しい！ありがとうございます。はい、小林唯、唯本来ましたよ。うわ！これちょっとマジで嬉しい。やば。はい、ユイポン。そして、この五尊眼。強っ。ではラストですね。うわー、でも一気に一頭。ちょっとバランスよく来てるね。うわー、天使図欲しいけどな。サンキちゃんとかも見たいね。うん。はい、では、ラストのメンバー。ドドン！おお！ちょっとやばくね？引きやば。ミオちゃん来ましたよ。またのミオちゃん。ちょっとエグビきすぎない？やばくないですか？ユイポン推しのミオちゃんがラストついてきましたよ。ユイさんって言って。ということで、もう推しこそ出ませんでしたが、1期2期3期とバランスよく出てくれたし、ここ2人が出てくれたのは、ちょっと激アツすぎましたね。はい、そして今回ね、隙間風を MV 衣装の生写真も購入しました。はい、まぁ、ちょっと今回の動画ではね、開封しないんですけども、一応生写真ちょっとね、表紙だけ見ていきますか。はい、まず、センター、ユイポン。ありがとうございます、マジで。これはマジで、物販のお姉さんに感謝。本当に、これ表紙でさ、パッてね、見た時、うわ、来たと思って、声抑えました。さすがにね、さすがに声を抑えたけど、マジでやばかったわ。いや、これは本当に、ありがとう。めちゃくちゃ欲しかった。ユイポン表紙で。はい、そして、ホノスよりね、いや、強い。マジで本当お姉さん最強なんだけど。はい、で、フーより、いや、本当最高。で、はい、まつりちゃん中、まつりちゃん座り、はい、レナー座り、そしてハブちゃん座りね。えぐいよね、マジで。ということで、今回ね、7セット分購入しましたので、こちらはね、後日開封動画あげますので、よろしかったらね、こちらの開封動画もご覧いただければと思います。はい、では本日は、ユイポン卒コングッズの開封レビューをしていきました。いやー、もうとにかくグッズが良すぎましたね。いや、このユイポンの考案のグッズ、まぁ、今回はね、ちょっといろいろ、もっといいグッズもあったんですけども、ちょっとね、精査して、もう苦渋の決断で、もうなんとか厳選してね、購入しました。まあ、今回僕がね、紹介したグッズいいなと思ったら買っていただければいいですし、それ以外でもね、まあ、たくさんグッズがあるので、ぜひね、手に入れてみてください。では本日の動画これで以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またですね、桜坂46の関連動画どんどん上げていきますので、よろしかったらご覧いただければと思います。ではまた次回の桜坂46関連動画でお会いしましょう。卒業おめでとう。